にちは。大分ビーリングス株式会社の代表をしてます森と言います。よろしくお願いします。本日はお足元の悪い中、大分市長佐藤機長様のご臨席をいただきまして、このように球団発表会ができることを心より感謝申し上げます。我が大分ビーリングスは、青少年の夢の実現や地域社会に豊かな生活を届けられるような、そのような球団になりたいと思って作りました。本当に夢のような話でしたが、皆さんのご協力のもと、なんとか今日この日を迎えることができております。これからは青少年に向けた教室やスポーツを好きになってもらう授業をしながらですね、あと地域社会の抱えている課題をですね、この若者たちと一緒にですね、解決していきたいと。まず大分が元気に明るくなるようにですね、取り組んでまいりたいと思います。球場までのワクワクと、球場に来てからハラハラドキドキをお届けします。全力プレーはお約束したいと思います。ぜひ球場に来てですね、この選手たちに熱い声援をお願いしたいと思います。本日は大変ありがとうございます。コロナが、早く収束することを願って、チーム一丸でですね、頑張っていきたいと思います。一戦一戦全力でプレーしていきたいと思いますので、ご声援よろしくお願いします。ありがとうございます。選手も全力をやらせていただきます。柴崎宏之です。自分は、プロ野球を、8年間、経験させていただきました。去年一度野球をやめようかとも、考えたのですが、こうしたご縁でまた野球をやらせていただけるということを、とても感謝しております。スタートアップのこの若いチームなので、皆様の応援なくして、なりえません。コロナ禍というこの状況の中ですが、どうか明るい話題を提供できるように頑張っていきますので、どうか応援よろしくお願いいたします。こんにちは。キャプテンの新井です。こんなに多くの方々に、集まっていただき、ありがとうございます。大分Bリーグスの歴史は、僕たちだけでは作っていけません。大分県の皆様、ファンの皆様とともに一緒に大分Bリーグスの歴史を作っていきましょう。応援よろしくお願いします。